意志を継ぐために殺すだと、そんなバカな話があるか。おやっさんの意志は土佐を変えろってことだ。だがおやっさんはその手段にこだわりすぎた。血を流さない方法に。あ、だからおやっさんの意志を邪魔しているのは他なるのおやっさんの存在そのものだったんだよ。おやっさんの目的を果たすために育てられてきた俺がその障害を排除するのは当然のことだろ。武市、お前こんなことを言ってもお前に理解されないのは分かってる。お前はおやっさんによく似ているからな。芹沢鴨におやっさんの暗殺を依頼した時から俺はお前の名、坂本龍馬の名を語るようになった。なぜだか分かるか。俺とお前どっちが正しいのかケリをつけるためさ。俺は俺の信念を貫き、血で世界を変える道を行く。新選組にいれば、いずれもう一人の龍馬の噂は耳に入るだろう。お前なら何もしないわけはない。坂本龍馬の名は、お前への挑戦状だったんだ。挑戦状だと。坂本龍馬という人間は、歴史を血で塗り替えた男として語り継がれるか、それとも吉田東洋と同じ道を歩んだ男として語り継がれるか。俺とお前のこの一年はその決着をつけるための時間だったということだ。どちらにせよ坂本龍馬は歴史を変えた男として名を刻む。おやっさんの意志を継いだことに変わりはないと思わないか。バカなことを言ってんじゃねえ。そんな勝負にどんな意味があるって言うんだ。俺にとっちゃそれが何よりも重要だったんだ。そのためならどんな手も使った。お前の動きは逐一報告させたよ、新選組の山崎、それに宿屋の女を使ってな。お寮のことか。すべてうまくいっていた。お前が薩長の中を取り持ったこともうまく利用して、この国に倒幕戦争を引き起こす寸前まで持っていくこともできた。だが、大政奉還まで成し遂げちまうとはな。あれには俺も奥の手を使わざるを得なかった。それで、京へ日を。だがそれすらお前は乗り越えやがった。まさか本気の伊蔵すら倒すとはな。愛する女の裏切りさえ受け入れた。どこまで行っても変わらねえよお前は。だからお前をここへ呼び出したのさ。俺とお前、誰にも邪魔されず最後の決着をつけるためにな。それで初めて俺は俺の正しさを証明できる。兄弟、兄弟か。懐かしい響きだ。その言葉を聞くと心の底から熱いものが込み上げてくる。だがもう戻ることなどできない。坂本龍馬として生きた男は二人いらない。
どうしてだろうな。今日はやけに兄弟が生き生きとして見えるぜ。ああ、俺にもわからねえ。お前とまた戦えると思うだけで心が躍る。待っている間に若返っちまったようだ。後悔はなしだぜ、兄弟。忘れちまったな、後悔なんて言葉は。来い龍馬。行くぞ武市。武市半平太、覚悟を。龍馬、ダメだ。ちね、龍馬、俺を切って坂本龍馬という名を取り戻すんだ。龍馬は大宮で死んだと。だがあれはどっちが正しいかなんて俺はどうでもいい。それより俺にとってはおやっさんや兄弟が大切なんだ。兄弟の言う通りさ、俺はどこまで行っても自分の手が届く世界しか守れねえ。その程度の器の男だ。その言葉を聞いてよく分かった。むしろ俺の方が時代を変えられるような器じゃないってことだな。俺は力でこの国を変えようとした。序列や階級を打ち破ろうとしていた俺が。